ウェーバリーハウスの跡地を示す記念のプラーク。バーネット・リービは、オーストラリアに移住したユダヤ系イングランド人の商人、劇場経営者。リービは、ロンドンに生まれ、移民として1821年12月にシドニーに到着した。1826年からは歌手としてコンサートに出演するようになった。1832年にはオーストラリアで最初の劇場経営免許を受けた。ユダヤ系の男性としてはオーストラリアへ渡った最初の自由移民であったリービはオーストラリア最古の劇場経営組織であるシドニーのシアターロイヤルを開設した。このためリービはオーストラリア演劇の父とみなされている。バーネット・リービは1827年にウェーバリー地区に建てられた最初の建物であるウェーバリーハウスを建設した。この建物は後に女子修道会の施設となり、さらに貧しい少女たちのための学校となった後、男子校の施設となった。1833年にリービは経営していたロイヤルホテルの背後にシアターロイヤルを開設した。リービはこの劇場を1837年10月2日に死去するまで生涯経営し続けた。バーネット・リービの自宅だったウェーバリーハウスは、その名が基礎自治体の名称となっただけでなく、サバーブやストリート、クレセント、レーンなどの名に残されている。リービはデボンシャーストリート墓地のユダヤ人区画に埋葬されたが、後に墓地を鉄道用地に転用することとなり、場所を空けるためにリービのものも含め、墓石はボタニー墓地に移設された。バーネット・リービは1825年にサラエマ・ウィルソンと結婚し、夫妻の間には4人の子供が生まれた。バーネットの兄ソロモン・リービは成功した商人であった。ありがとうございます。